どうも皆さんこんにちは、チャックパスです。今私はですね、仙台空港におりまして、本日はここから羽田空港までね帰るわけなんですけども、こちら仙台空港ということで、ここからね羽田に行く便っていうのはね私の知る限りないんですよね。ということで今回ねユナイテッド航空のマイレージプラスを使って、この仙台空港から札幌で、札幌からですね羽田っていった形で経由便でね、帰りたいと思います。行きもですね羽田から伊丹を経由してこの仙台空港来たんですけども、これねどういった感じでねこうなってるのかちょっと分かんないんですけども、本来ですねこのユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは、片道5500マイルで、発券することができるんですけども、これね緊急発券手数料っていうのはですね、20日以内かな発券すると、かかってしまうということで、まあ、片道ね6000マイルかかるはずなんですけども、今回ね往復で取ったらね1万1000マイルで発券できたんですよね。ですのでこれね往復で取ると少しね必要マイル数が下がるみたいな、まあ、そういったのはねあるのかもしれないですね。まあちょっとねこちらはいつまで続くのか、これがいつもねある対応なのかちょっと分かんないんですけども、今回ですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスを使ってこのね仙台空港から羽田空港までね、帰りたいと思います。でね今4時半ぐらいでフライトがね6時過ぎということで結構早いんですよね。ですのでちょっとね展望台とかね行きたいなというふうに思っておりますので、あとね今回この仙台から札幌まではですねアイベックスエアラインということで、私ね行きに初めて乗ったんですけども、私の動画でね出すのは初めてということで、結構ね混雑しておりまして、お隣さんもいるっていう風になりますんで、今回の動画ねちょっと機内で喋れないと思いますので、あのアフレコみたいなね感じで入れようかなという風に思ってるわけなんですけども、まあ、ひとまずね、仙台から札幌、札幌からね羽田という感じで、今回ねフライト動画撮っていきたいと思います。今ね私はタクシー乗り場の前にいて、もうここはね空港なんですよね。でこちらはですね仙台空港駅ということで、こちらね JR の駅なんですけども、今ねこれに乗って仙台駅からねこちらに来たっていう感じです。それではね中入って、展望デッキね行きたいと思います。それでは行きましょう。それはですね今回からね一眼レフで動画ね撮っていくということで、ジンバルに乗せてね、ソニーのね、ミラーレス一眼を乗せてねこうやって自撮りねしてるわけなんですけども、めちゃくちゃ腕重たい、きついですねいやこれめちゃくちゃきついちょっとね疲れて見づらいところもねあるかもしれないんで、ちょっとご了承くださいということで、空港ね、国内線出発のところで、もう一個先のところで入ろうかな。いやかなりね筋トレになりますね。でですね仙台空港はねこんな感じになってまして、 ANA、JAL、IBEX エアライン、今回乗るのは IBEX エアラインですね。で AirDo、Peach、スカイ、あと FDA ということで、このね Peach、私知らなかったんですけど、仙台空港ってあれなんですね、国際線通ってるんですね。いや申し訳ないことに知りませんでした。で国際線のね入り口があってねちょっとびっくりしたんですけども、国際線もあるということで、はい、でこっちですね国際線の案内ということで、国際線はねアシアナ、エアチャイナ、タイガーエア、エバーエア、ピーチ、タイ航空ということで結構通ってるんですね。いや本当にね知らなくて恥ずかしい限りです。それではね中入っていきたいと思います。今階段を上ってます。展望デッキに続く、こんな感じで飛行機のことがね書いてありますね。展望デッキにはねこんな感じで飛行機の時刻表とかもね載ってるんですね。これはいい、こんな感じで日本航空より大阪伊丹空港行き2210便どの便がね飛んでるかっていうのが見れるようになってます。
大阪伊丹空港行き。では展望デッキに着きました。こちらねアナウンスで今からねどの飛行機が来ますみたいなのがアナウンス流れてるっぽいですね。非常にいいですね。ではちょっと飛行機見えるところに行きましょう。結構ね利用されてる方いらっしゃるんでねあんまりうまく撮れないかもしれないんですけどもご了承ください。こちらね4階部分になるんですかね。ということで到着しました。今ね左奥にアイベックスの飛行機止まってますね。今日乗る機体はあれかもしれないですね。ちょっとね今回ズームレンズを持ってきてないんでかなりね遠目で申し訳ないと思うんですけど、こっち側にね JR の飛行機が止まってます。でこっちに ANA の飛行機が止まってますね。ちょっと私の浅い知識だとねどの飛行機か分かんないですけども、いやねここめちゃくちゃ気持ちいいですね。他のお客さんが入らないねギリギリで行きたいと思います。いやこれはいいですね。ちょっと小さくて申し訳ないんですけど今からねあの JR の飛行機が離陸していきます。でですねこちらの展望デッキにはこんな感じでね仙台空港にね就航している航空会社とかね記載があったり、ちょっとね反射しちゃって見えないと思うんですけども、この展望デッキからね見える山々がね名前とかが記載があります。今奥のね JR が今から離陸しますね。いやーこうやって見ると本当にこのタイミングでズームレンズが欲しいですね。で見てるとすごい迫力なんですけどね、ちょっとカメラで伝わらない。いやー厳しいな今ちょうど離陸したんですけどちょっと見えないですかね。いやこの展望デッキね本当にかなり開放的で気持ちがいいですね。であのちょっとね利用されてる方たくさんいらっしゃいますので映せないですけども、あの出店とかもね出ておりますのでビールとかね飲みながらおつまみいただくみたいなねそういったサービスも来ておりますね。それではチェックインねしていきたいと思います。中戻りましょう。今ねここ展望台にね行くところの一番上のねレストランみたいな階にいるんですけど、思った以上にですねあの仙台空港ね人がいてあれですね賑わってますね。お土産屋さんとかもねすごいたくさん出ております。ということで今ねレストラン街にいるんですけども、いや思った以上にね人がいていいですね。はい、賑わっております。まだねフライトまで1時間以上ありますんで、これからね保安検査場を通ってですね ANA ラウンジね仙台空港あるそうなので、ちょっとねそちらに、いて搭乗までね待ちたいと思います。いやねあの仙台空港ね初めて来たんですけども結構大きくていいですね。はい、展望デッキもねかなり人がいて賑わっておりましたね。それではチェックインねしていきたいと思います。こちらですね展望デッキの行くこちら4階なのかな、一応3階ですか、FA200 エアロスバルということで、こんな感じでね飛行機置いてあるんですよ。かなりかっこいいですね。これ本物なんですかねちょっとわかんないですけども、はい、こんな感じになっております。いやいいですね。ということで無事ねチェックインすることができました。今回はこちらですね、はい、6番搭乗口ということで、まだね1時間ぐらいありますんで18時25分、18時35分発ということで、あとね1時間ぐらいありますんで、ひとまずね ANA ラウンジ探していきたいと思います。いやね、搭乗口自体はですね横にねあの長い感じになってますね。では ANA ラウンジ探していきましょう。搭乗ゲートはねこんな感じになってます。
横長のね感じになってまして、ちょっと手ぶれがひどいかもしれないですけど、はい、こんな感じになってます。こちらね、 JAL の桜ラウンジですね。はい、私はちょっと入れないですけども、こんな感じになってます。では ANA ラウンジありました5番搭乗口のね近くにありますね。はい、ちょっとね白飛びしちゃってて申し訳ないんですけども、行きたいと思います。ちょっと手ぶれがすごいかもしれないですけど、入ったらすぐドリンクコーナーですね。でお酒の提供がここはあるっぽいですね。はい、ウイスキーが置いてあります。やっぱりビールもありますね。野菜ジュースとかトマトジュースとかもねあります。コーラです。コーラいただきます。うまいですね。あとね1時間ぐらいありますんで、ちょっとねこちらでゆっくりしていきたいと思います。ラウンジ内ねかなり静かなんで、喋るのもねちょっと気まずいぐらいですね。ではちょっとゆっくりして搭乗待ちたいと思います。それではねラウンジ出てそろそろね搭乗になります。ちょっとね飛行機が見える場所をね探してるんですけど、バッチリね照明が光っていて反射してるんですけども、本日乗る機体はあちらですね、ボンバルディアの CRJ700 だったかな。今回ねこちらに乗って新千歳空港まで向かいます。あとねもう 2,3 分でね搭乗始まるかなと思いますので、ここら辺でね待っていきたいと思います。この仙台空港もねかなり人が増えてきましたね。これから結構飛行機飛ぶんでしょうかね。それではちょっとここら辺で待ちたいと思います。それでは搭乗しました。今回はボンバルディア CRJ700 という機体ですね。今回ですねチェックインの際に 1A という、ね、座席、一番前の座席にね変更していただいたんですよね。非常にありがたいです。ということで足元はねこんな感じでかなりね広いんですよ。ありがたいですね。一応ね 2D という座席で結構狭狭だったんですけど、ありがたいです。で今のところね、お隣さんいないっていうねチェックインの時に話だったんですけども、結構混雑してますので、もしかしたらねお客さん来るかもしれないですね。でですね、まあちょっと反射しちゃってるので全然見えないと思うんですけど、一応ね窓があって外をね閉める座席というふうになっております。こんな感じです。はい、かなり反射してますね。ここにね、リクライニングを倒すボタンがあります。まあ、こんな感じになっておりますね。いや、本当にね、足元をこんだけ伸ばせるのは本当にありがたいですね。お酒の瓶類やガラス製品などの壊れやすさ、まもなく動画が閉まります。なんですけど、かなり遠く低いんですよ。座って手を伸ばせば天井届くぐらいの、ね、天井が低いので、ね、ちょっと圧迫感もありますね。苦手な人は結構苦手かもしれないです。今ねパラッと来ちゃって、こちらがね外れてきてですね、ドア閉まってます。いやすごい、一応ね置き止めの歩きで乗ったんですけど、この仙台空港からの乗る便はねパラッとがちゃんとつくんですね。置き止めで歩いて乗ると思ってたんですけど、ちょっとあれでしたね。ただいまドアが閉まりました。この先電子機器を機内モードに切り替えるか電源をお切りください。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下に確実にお入れください。安全のため通路、非常口付近には手荷物は置かないようにお願いいたします。ちなみになんですけど、もちろんモニターもありませんですので、機内安全ビデオとかそういうものも全部この CA の方もやっていただくっていう感じになりますので、
に、ね、乗った時にすごい久しぶりに、ね、CA の方がレクチャーするので見させていただきました。ちょっとねこういうのをお見せするわけにはいかないので、ね、しょうがないんですけども、それは今回もね CA の方が、ね、直接ねやってくれるのではないのかなと思います。ではね、まもなく離陸と行きます。非常口座席にお座りのお客様には緊急脱出の際に援助をお願いいたします。ご協力をお願いいたします。電波を発する状態の電子機器はご使用になれません。機内モードなど電波を発しない設定にするか電源をお切りください。次に非常用設備についてご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。皆様離陸に備えまして窓側の明かりを暗くいたします。お手元の暗いお客様は座席上のグレーのボタンを押して読書灯をご利用ください。皆様まもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。これですね、無事ね、離陸することができました。ちょっとね、残念ながらね、かなり反射しちゃって、夜景はね、すごい綺麗なんですけど、ちょっと反射しちゃったんですね。ということで、約ね、1時間5分のフライトということで、今回ですね、22の座席になっておりまして、私はね、1A という座席で、結局ね、隣さんは来なかったので、ちょっとね、ゆったり過ごすことができます。ということで約1時間の5分のフライトね、楽しみたいと思います。おそらくね、離陸してすぐね、飲むのサービスね、あると思います。それではね、ドリンクサービスが始まりました。こちらね、アイリクスエアラインのね、グラス、コップ、グラスじゃないですか、紙コップで、こんな感じになってます。頑張る会社の会計ソフト、JZLアイベックスということで書いてある。アイベックスエアラインズ株式会社会計ソフト広告が出てもらいます。確かあれでしたよね、日本デジタル研究所からなんですよね。はい、ということでいただきたいと思います。ではこ
っと出ましょう。ということでね、今ねトイレから帰ってきたんですけども、予約画面の時はね結構パンパンだったんですけども、そうでもないですね。普通にね2座席連続で空いてる席もねあるって感じになりますんで、搭乗率はねそうでもないですね。何だったんでしょうか。今回ねユナイテッド航空のマイレージプラスで発券してるんで、まあ、その関係もねあるのかなと思うんですけども、ANA のね予約画面で見た時も結構いっぱいだったはずだったんですけどね、まあ、なんかあるのかもしれないですね。直前解放みたいなのがあるのかもしれないですね。ということでもうそろそろ来たらね降下始まるということで、本当にねあっという間のフライトに終わりそうですね。それはねもうちょっとこの IBX のねフライトを楽しみたいと思います。それはですねもうそろそろね着陸っていうところなんですけども、まあ、私ね、まあ、カメラを持って飛行機に乗って、まあ、いろいろね撮ってるわけなんですけども、撮ってたらですね、なんと CA の方からですねこんな感じで搭乗証明書でいただきました。いやーすごい嬉しいですね。ちゃんとねこんな感じに飛行機もねバッチリ映ってます。いやー非常に嬉しいですね。でねこの裏側にですねこんな感じでこのボンバルニアのね CRJ700 このね詳細とかもね書いてあるんですよ。いや非常に嬉しい、ありがたいですね。いや本当にねカメラ持ってね飛行機乗ってるとこういったこともね結構ありますんで、嬉しい限りですね。でですねこれ以外にもですねこんな感じでこちらはポストカードですかね。いや嬉しい。あともう一つこちらもいただきました。いやめちゃくちゃ嬉しいですね。そしてめちゃくちゃかっこいいですねこれね。でですねなんと、はい、こちらもシールですね。いやめちゃくちゃ嬉しい。これはどうしましょうかね。いつか何かに貼りたいですけども、目に留まるような場所に貼りたいですね。いやめちゃくちゃありがたいですね。嬉しいです。ということでカメラ持ってね、ということでカメラ持ってってねこういったこともあるんですね。前回ねソラシドエアでもカメラ持ってねいろいろ撮ってたら搭乗証明書の頼む方もねいらっしゃるみたいなんですけども、まあ、私はねちょっと申し訳ないんでそういったことはね一切しないんですけども、こういった感じでねCA の方からねいただけるっていうのは非常に嬉しいですね。ということでもうしばらくねフライトを楽しみたいと思います。いや嬉しい。ということで新千歳空港到着いたしました。いやね非常に夜景は綺麗なんですけども、皆さんにお見せできなくて申し訳ないですね。それでは飛行機止まるまでねしばらく待ちたいと思います。
それでは新千歳空港到着しました。10分ぐらいでね搭乗開始になるということで、もうちょっとねゆっくりできるかななんて思ってたんですけども、すぐ搭乗ということで、このままね羽田空港まで行きたいと思います。それではねゲートの方に行きたいと思います。それではゲートに着きました。今回9番ゲートこちらですね。 ANA82 便の東京羽田行きです。まもなく開始になると思いますので、ここら辺で待ちたいと思います。ということで今ね搭乗待ってるんですけども、新千歳空港ね結構お客さんいますね。今日日曜日のもう8時過ぎぐらいなんですけども、結構ねお客さんたくさんいらっしゃいます。で今回ですね、一応今のところはねお隣さんいないっていう話なんですけども、どうでしょうね、まあ日曜のね、遅い便ですからね、埋まるかもしれないですね。もう間もなくね搭乗始まると思います。ということで座席に着きました。今回はボーイング767-300ですね。こちらで羽田空港まで帰りたいと思います。でですね、今回ね 5A ということで、ちょうどねプレミアムクラスと普通席の、ね、間ということで切りがあってですね、少し座席が広いんですよね。 5A という座席です。いやいいですね、かなりゆっくりで入れそうです。でモニターはなしですね。こちらを見る感じになります。窓もね2つ楽しむことができます。ちょっとね夜なんで反射しちゃうと思うんですけども、こんな感じになっております。でこちら側にリクライニングのねボタンがあって、こちらにねリモコンがついてます。で USB がね見えますかね、こちらに USB もついてます。ということでね、私はグループ4番だったんですけども、結構ね早めに搭乗したのか、まだねどんどん搭乗しておりますんで、ドアが閉まるまでねしばらく待ちたいと思います。お使いになりましたアルコールシートはビニール袋にお入れください。ご協力をお願いいたします。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. これより機内の安全についてご案内します。 May we have your attention for the following safety instructions. お客様に乗用設備について加えてご案内いたします。酸素マスクを着けた際はご自身のマスクなどを酸素マスクを直接着けてください。ですけど、この下はねタンクトップなんで、ね、ちょっと
先ほどのね、アイベックスでもちょっとあったかいものが欲しかったんですけど、残念ながらね、お茶とアップルジュースしかなかったので、めっちゃ温まって超美味しいです。今ね、ANA のアプリを開いてるんですけども、モニターがね、ついてないんですよね。ANA のアプリね、開いていただくとこんな感じでね、フライトマップ見れるんですね。これ見てるの結構楽しいですね。いろいろ見れますね。フライトマップ、スカイドライブ、スカイライブではビデオプログラムとかね、いろいろ見れるんですね。ほうほうほう。こういうのも見れるんですね。これは楽しい。翼の王国もね、見れるんですよね。で、皆さん知ってましたかね、これ翼の王国のね、9月号にね、載ってたんですけども、今 ANA のね、機内安全ビデオっていうのが、歌舞伎のやつがね、出てると思うんですけど、あれね、終わるんですよ。終わるっていうか、あれ変わるんですよ。11月からね、新しい機内安全ビデオもね、変わるそうなので、これもね、翼の王国に載ってたんですけども、ちょっと寂しいですね。もう私が YouTube やり始めたぐらいからね、ずっと歌舞伎のねやつが流れていたんで、ちょっと寂しいですね。はい、ということで11月からね、新しい機内安全ビデオがね、始まるっていうことです。ちょっとね、翼の王国で、ね、もう一回読み返しながら機内ね、楽しみたいと思います。それでは羽田空港到着しました。まだね、これからね、タラップがつきますんで、もうしばらく待ちたいと思います。ということで、今回ですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスですね、仙台空港から札幌で、札幌からですね、こう羽田空港にね、帰ってまいりました。今回ね、乗り継ぎで利用させていただいたわけなんですけども、この経由便っていうのもですね、6000マイルで発見することができて、今回に限ってはですね、往復で取ったからだと思うんですけども、合計1万2000マイルかかるところが1万1000マイルでね、済んだんですよね。非常にありがたいですね。ちょっとね、冒頭にも言ったと思うんですけども、これはね、今利用できるのか、今後も利用できるのか、ちょっとわからないんですけども、今回ですね、利用することができたっていった形になります。まだですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、今までですね、
コードシェアはですね2020年の10月末からね利用できなくなってたんですけども、今回ね最近ねまた利用できるようになって、実際にね発見して利用することができましたんで、いやかなりね使い勝手良くなりましたね。羽田からね仙台空港っていうのはね行くことができないんですけども、まあ、ユナイテッド航空のマイレージプラスを使えばですね、まあ、経由便にはなりますけどね、行くことができますんで、マイルでね発見することができるっていった形になりまして、やっぱりね便利に利用することができるのではないのかなと思います。で感想としてはですね、アイベックスエアライン初めて利用しましたけども、いやね搭乗証明書までいただいて、またねステッカーとかもねいただいて、とてもねいいフライトというふうになりました。千歳からね羽田に関してもですね、今回ね 5A という座席でプレミアムクラスと普通席の間で、足元もちょっと広くてね、とてもゆったりと帰ってくることができました。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。